これはいい湯だ。最高だな。はあ、一人で入る温泉って最高。今の子ってまさか。マネージャーさん、まさかそこにいないですよね。やっぱりか。すみません、男湯はここしかなくて、壁越しに声が聞こえてしまって。まあしょうがないですね。今回くらいは許してあげます。はあ、気持ちいい。柚子の香りもすっごくいい感じ。あ、マネージャーさんがいたんでした。マネージャーさんってなんだか人を油断させる才能がありますね。途中から一人でくつろいでる気分になってました。それは存在感がないってことでは。褒めてるんですよ。自分で言うのもなんですけど、私たちと仕事をするのって大変だと思うんです。それでも諦めずにマネジメントを続ける根性は素直にすごいと思いますよ。とはいえまだまだ至らないところだらけですけどね。もう少し腕を上げてもらわないと困ります。頑張ります。はあ、とろける。また俺の存在を忘れてないか。風呂上がりのコーヒー牛乳、うまいな。はあ、いいお湯だった。あら、マネージャーさん、今人に見せちゃいけないレベルで気の抜けた顔をしてましたよ。え、そんなにですか。まったく、人前でそんな気の抜けたところを見せないでもらえますか。え、でもフランさんだって。柚子の香りもすっごくいい感じ。どうしたんですか。顔赤いですよ。あー、いえ、何でもありません。そうだ、フランさんもコーヒー牛乳どうですか。コーヒー牛乳、お風呂上がりに飲む人が多いって聞きますけど、私は飲んだことないんですよね。じゃあせっかくなのでいただきます。なるほど、お風呂上がりに飲むと気分がいいですね。そうなんですよ、露天風呂も気持ちよかった分より美味しく感じますよね。確かに露天風呂とっても気持ちよかったです。そういえばさっきもらったボディーソープなんですけど、私の肌にとても合うみたいです。詰め替えも売ってるか聞いてみようかな。フランさんは日頃から美容を意識してますよね。ストイックですごいと思います。これくらい当然ですよ、トップアイドルになった後のことも見据えて。あ、すみません。まさか電話の音であんなに驚くとは。昨日の幽霊騒動の件もあるし仕方ないよな。意識しだすと気になる音って多いんですよね。自動ドアが開く音とか、自販機のうんって音とか。わかります、家にいてもエアコンとか冷蔵庫の音にたまに驚きますよね。そうなんです、わかってくれますか。あ、すみません、マネージャーさんの反応が新鮮で、つい私が怖がると美穂はあっさり流して、カナは思いっきり煽ってくるので。スリクスは案外お互いに文句を言い合う今の距離感がちょうどいいのかもな。何ですか、
そのニヤニヤした顔は。え、俺そんな顔してましたか。そうですよ、まったく。あ、そうだ、今のうちに明日の予定を確認させてください。明日は朝8時にロビー集合。俺と一件だけ仕事に向かって、あとはオフです。8時ですね、わかりました。今晩は大丈夫そうですか。一人で寝るのが怖ければ、美穂さんやかなさんと。私があの二人にそんなお願いをすると思いますか。思わないです。それじゃあおやすみなさい。また明日。おやすみなさい。フランさんの人柄をつかむにはまだまだ時間がかかりそうだな。